はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今日は久しぶりの遠征です。ちょっと東京に用事があったので出かけてきます。せっかくなのでお昼は焼肉にしましょう。前から気になっていた焼肉のワタミに行ってきます。それでは行ってみましょう。1月某日、東京に用事があったので今日は久しぶりに東京に来ています。2年ぶりくらいに来ました。今日の相棒は暇人キッチンです。いぶし銀銀丸は事務所で編集作業に追われています。とりあえず錦糸町で下車して腹ごしらえをすることにします。前から気になっていた焼肉のワタミに行ってみましょう。居酒屋のワタミは若い頃よく利用していたのでなんだか懐かしいです。この駅地下の立地もワタミっぽいですね。エレベーターに乗って降りると店舗直結です。焼肉のワタミとはワタミ株式会社が運営している焼肉チェーンです。ワタミと聞くと居酒屋のイメージを持つ方が多いと思います。ワタミ株式会社は1984年に有限会社ワタミ商事として居酒屋坪八のフランチャイジーとして事業をスタートしました。その後異食屋ワタミが誕生し、現在主力ブランドとして未来酒屋、鳥メロ、唐揚げの天才、他にも宅配事業など幅広く事業を展開しています。今回行く焼肉のワタミは2020年頃から既存の店舗の業態変更などにより店舗数を増やしている新しいブランドです。まだ群馬には出店していないので今回ちょうど東京に来たということで寄っていました。席に着くとまず驚かされるのが回転寿司のようなレーンがあることです。なんとこのレーンに乗ってお肉が運ばれてくる仕組みになっています。ハイテクですね。今日はランチの食べ放題をチョイスします。オーダーはタッチパネル式で店員さんと接触する回数はとても少ないです。はじめに店員さんがコースの説明をしてくれて、タッチパネルを食べ放題仕様に変更してくれます。それではいざ注文スタートです。食べ放題は時間との戦いです。なんかレーンでお肉が運ばれてくるの楽しいですね。商品を取ったらボタンを押すと戻っていきます。それではいただきます。せっかくなのでビールいっちゃいましょう。この真っ昼間から飲むビールの背徳感たまらないです。隣の席のサラリーマンの方ごめんなさい。テーブルには焼肉のタレ、レモンダレ、酢、コチュジャン、ニンニクが置いてあります。今回は焼肉のタレとレモンダレをセットします。それではまずはたっぷりネギ塩トンタンです。いわゆる食べ放題系のお店に多い形成されてカットしたトンタンです。今まで見た形成されたトンタンで一番大きく色も綺麗で形も整っています。この大きさで出てくるとトンタンとは思わないですよね。薄めなので焼き上がりも早いです。ネギを乗せていただきます。これはいくらでも食べられそうです。次はワタミカルビです。適度な脂とゴロッとした肉厚なカットが特徴的です。カルビにはやっぱりご飯ということでカルビオンザライスを注文です。この卵黄を崩す瞬間が幸せです。口の中はカルビを待ってよだれが溢れています。タレにつけてまずはカルビでパクリ、味を噛みしめて次はカルビをタレに、ダイブからのオンザライスからのお口にダブルジャンピングでビールでフィニッシュ。これは工場の流れ作業のように繰り返せます。ここで気になるメニューを発見。フォーリンデブハッシーさん考案の禁断の塩バターダレを注文です。見るからに美味しそうです。それではトンタンをつけて食べてみましょう。これはデブリシャスです。次は魅惑のドラゴンカルビです。1本に細長くカットされています。細かく包丁を入れることで硬い部分も食べやすくなります。これは島田の死ですかね。焼けたのでハサミでカットして食べてみましょう。包丁を入れてあることで噛み切りやすく、味が染みて火が入りやすくなっていていいですね。ご飯が進みます。塩だれで食べるのもいい感じです。本日2度目のデブリシャスです。この塩だれは味も濃くておかずやつまみにぴったりです。焼き野菜にダイレクトにかけて食べても美味しそうです。ビールのお供に韓国風おつまみイカキムチを注文しました。甘辛なタレがつまみに最高です。こうなると他のつまみも欲しくなります。珍しいアボカドのキムチがあったのでこれも追加で注文です。イカのキムチとはまた違った味噌ベースっぽいキムチです。韓国海苔に巻いて食べたいですね。こういったおつまみメニューが充実しているのはさすがワタミといった感じです。次は歓喜のハラミステーキ、甘辛わさびです。ネーミングが目を引きますね。確かにこんな厚切りのハラミが出てきたらおっさんも歓喜です。これは下がりですかね。
焼けたのでカットして食べてみます。ボリュームあって肉を食べてる感じがしっかりとします。わさびと甘辛のタレをつけて食べることでまた違った味わいを楽しめます。次は炎の大トロホルモンです。食べ放題のお店って一人前が少なくて、一人前だとすごい寂しいお店が多いですが、ワタミは基本一人前が多いです。いろいろな商品を食べたい場合は少量のポーションがありがたいですが、量がしっかりあると出てきた時の満足感があります。このホルモンの量も驚きです。油が多いのでこういったホルモンは皮側を先に7割くらい焼いて、最後に油側を焼いて仕上げます。油側から焼くと大事な油がなくなってしまいます。油がしっかりと残っていることでじゅわーっと口に広がり、牛の甘い油の旨味が楽しめます。焼くと網から落ちちゃうような小さいホルモンのお店も多いので、これくらいの大きさで出てくるとちょうどいいですね。ここに来て豚足を追加で注文です。初めに見つけていればスタートで食べたかったですね。このプリプリのコラーゲンが豚足の魅力です。豚足自体にも味がついているので辛味噌をつけなくても十分美味しいです。これは手を汚して手まで舐めるのが一連の流れですね。手を汚すメニューといえばこの闇付き骨付きカルビです。闇付きと骨付きで韻を踏んでくるあたり、ワタミはラッパーですね。そういうところ大好きです。まだ小腹が空いているので最後にタレにディップして食べるためのおにぎりを注文しました。タレにディップしていただきます。このタレの塩気がご飯とちょうどいいです。ラストオーダーも近いのでブッチャーの乙女な部分を刺して、ヒマジンキッチンがプリンをオーダーしてくれました。お返しにおにぎりを一つあげます。いい感じで骨付きカルビも焼けたので食べてみます。この骨の周りからバリバリ剥がす感じが骨付きカルビの醍醐味です。ということでラストのお肉は三元豚魔法のスパイスです。ワタミは一つ一つのお肉に一手間加えて工夫していますね。それでは焼けたので食べてみます。スパイシーなスパイスが豚肉と相性いいです。それでは最後はプリンで締めましょう。今回もいろいろ食べましたが、味付けがかなり自分好みです。居酒屋が始めた焼肉屋ってイメージでしたが、実際には居酒屋かける焼肉といった感じで強みがさらに活かされているなぁと感じました。他のお店のいいところを見つけるのって楽しいですね。工夫があって面白いです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。それではこれから別の場所に移動します。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。焼肉の熱海いかがでしたか？まだまだ行ったことない焼肉屋いっぱいあるので、今年はたくさん食べて勉強します。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。